まず研究内容を、まあ、社会に役立つものとして認められたっていうような嬉しさっていうのは、ありました。まず最初に。それに加えて、まあ、お金をいただけるようなプログラムになっているので、もう何も気にせずに、生活費も何も気にせずに集中できるっていうようなところですごく助かるなっていうのと、このプログラムに参加しないとできないような経験っていうのができるのっていうところがすごく嬉しいというか、これからのワクワクというか、期待とかそういうところで、そういうところを感じました。私、地元が久留米なんですけども、久留米に科学館、青少年科学館っていうなんか施設みたいなのがあって、まあ、そういうのもあったからなのか、基本的に、なんていうんですかね、理科とかの授業がずっと好きで、中学校でやる実験とかもすごい好きだったんですよね。それで、座学だけじゃなくて実験も豊富にできる、高専に進もうというふうに決めました。で、高専に入った段階で材料工学、まあどんどん専門的な勉強になるにつれて、実験が増えるにつれて、やっぱり楽しいなって思うようになって、そのまま大学の3、4年に編入して大学院っていう感じで、もうずっとそのまま流れで工学系にいるっていう感じ。で、生態材料に興味を持ったきっかけっていうのは、私、身の回りに、体が不自由な人がいたり、まあ、祖父なんですけど、いたりとか、そういうところで、まあ、IT とかで人の役に立つっていうよりは、もう、医療の分野で、身体的に役に立つようなところに行きたいって思ったのがきっかけで、ずっと高専、大学、熊本大学の大学院、で生態材料を研究できるような研究室にずっと入っている所属しているっていうような状態になります。もともとは生物系に行きたかったんですよね。で、その時はすごい漠然とそういう体に関することをやりたいという感じだったので、生物系に行って、まあ薬系を学ぶ、創薬系を学ぶか、生物に行って遺伝子について学ぶかっていうところでずっと考えてたんですけども、落ちちゃって転科合格って形で材料工学科に入ったんですよね。で、材料工学科の中でも生態材料というような分野があって、それを知った時にこっちでも楽しいんじゃないかっていう、できる自分が今いるところでなんかできる、学べることもあるんじゃないかなと思って、これでちょっとやっていこうかなっていうふうに考えたのが、今までずっと続いてきているという感じ。と、私が今、行っている研究内容というのは、硫化制御型チタン、ジルコニウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、ハイエントロピー合金の開発というテーマでやっております。で、人体に埋め込んだりですとか、人体と接触するような接触ができるように設計されたものになります。で、種類といたしましては、金属、セラミックス、高分子、そしてそれらを組み合わせたような複合材料というようなものになってきます。で、金属ですと、スクリューと呼ばれる骨折した骨を固定するようなものですとか、血管に入れるステント剤などがございます。で、セラミックスは、歯科インプラントが一番有名かと思います。で、高分子ですと、体をこう縫うときに使うような縫合紙などになります。基本的には私は医療用材料に、フォーカスしてやってます。ですので、実験自体も、腐食に関する実験ですとか、まあ、理学特性は、まあ、医療用だけではないんですけれども、その特に、生態的な、力学特性と近い部分があるのかないのかっていったかところを、に着目してやっています。まず楽しいところについては、一つの分析をやっただけで、まあ、こういう結果が出たからこういう合金だろうっていうのが分かるんじゃなくて、複数の角度から、分析をやっていって、この合金にはこういう特性があるだろうっていうところを見ていくっていうのが、いわゆるなんかパズルをこう合わせていくような作業になって、その一つ一つのデータ
を出していくっていうのがすごく楽しい。で、私はやっぱ生体材料っていうところをやってて、いつかなんか誰かの体、身体的に困ってるのの役に立てるのかもしれないとか、そういうのを考えながらやったりとかすると、やっぱり達成はしてないんですけど、そのやりがいっていうのはすごく感じます。生活費として自由に使っていいお金、だからご飯とか家賃とかに使って、もう用途関係なく使っていいお金がまず20万円ずつ月20万円いただけるんですよね。で、それはもう完全に好きなように使っていいお金で、プラス年間20万円が研究費として入ってきます。で、これは研究室に対して入ってくるお金になっていて、私の学会の参加費ですとか、実験を他の大学に行く際にホテル代だったり、まあ、出張費ですね、いわゆるそういうところに使うお金というふうに完全に住み分けされて、もらうっていう形になっています。やっぱりもうアルバイトはほとんどできない状態で、貯めてたお金を切り崩したりとか、母に生活費の面倒見てもらったりとか、そういうところでやっぱ頼ってた部分もあったので、それからもう自分で自立してやっていけるっていうところは、やっぱり自分だけはすねかじりじゃないですけど、そういう状況になってるっていうのがやっぱちょっともやもやっとしていた部分であったので、やっぱお金をいただいて自分でやっていくっていうのが達成できるっていうのは、誇りというか自立できるっていうようなところで、まあ意識とか気持ち、基本的な気持ちが全然変わったっていうのがあります。1ヶ月で、この日は、ある1日は、なんか旅行とかライブとか自分の体を動かす、アクティブな、なんか楽しいこと、興味のあることをして、で、1日は、完全に休む。で、ある時は、で、他の日には家族と過ごして、で、その、今、4日分ぐらい埋まったと思う。でも、で、その他は自由っていうことにしてるんですけど、まあ、だいたい実験しに学校に来てるっていうような状態。山下俊平太投手。福岡の出身の投手で。オリックスです。はい。こんな研究も大事なんですけれども、次の世代、私がこうやって今教えてもらってるように、次の世代次の世代っていう風につないでいかないと、やっぱね、どんどん日本の技術とかっていうのは発展せずにこう縮小していっちゃうと思うので、やっぱそこはすごい自分の中では大事なんじゃないかなっていう風に思っていて、高専の教員っていうのは研究者であり教育者っていうようなところが、まあ、理念というか元になっているので、そういうところに従事できたらなというふうに考えています。